ごきげんよう。ハッピーライフナビゲーター彩子です。人生の原則は自分の人生を自分で決めることができる人が人生において成功した。癒したいとかアロマとか興味持つ人ってやっぱり人に元気になってもらいたいとか、そうですね、人のためにみたいなのがまあまあ、すごくあって、で人の期待に応えようみたいな、りがちなんですよ。そうすると、はい、まあ、自分の幸せとか自分がどうなったら嬉しいかっていうのを置き去りにしちゃってて決められない。だから自分の人生を自分で決める、どんな人とどんな風な幸せな生活をしていたいか、そうなるかならないかってよりこうしたいっていうのを自分で決める。親とか学校教育でこうあるべきみたいなのがずっと刷り込まれてるから、本当に自分がこうなりたいっていうよりはそういう社会とか外側の条件付けというか価値観で取捨選択してたりとかあると思うんですね。本当にどうなりたいかっていうのが大事です。でここにこのノート術では数字を盛り込むっていうのをとても大切にしています。お金持ちになりたいという人はすごいたくさんいるんですけれど、じゃあいくらって言った時にわからないっていう人が結構多いんです。まあ、例えば神様にオーダーするとしてもお金持ちって言っても感じていくらか分かりませんよ。だから100万円とか1000万円とか数字言われると、そうかそうかってなるんですね。でそこもあといつまでって決めるとほうが、これが結構大事です。この人生を思い通りっていうのが受け入れるのがなかなか難しい人もいるんですよ。こんなはずじゃなかったみたいなのも実は自分の思い通りだっていうところなので、人生は思い通りになっています。ハッピーライフナビゲーター彩子でした。